2018年10月より放送が開始される TV アニメベルゼブブ城のお気に召すままより、新キービジュアルを使用したキャラクターミニ PV 第2弾が公開された。ベルゼブブ城のお気に召すまま、は、月刊少年ガンガンにて好評連載中の的場さんによる同名の4コマ漫画を原作としたアニメ作品。天界からだとされ悪魔となった元天使たちが働く魔界よろず窓のパンデモニウムを舞台に、不器用な悪魔たちが繰り広げる日常コメディ。知的でクールと思いきや、実はモフモフ大好きのゆるふわな少女だったマンマ殿の主、大悪魔ベルゼブブと、その近似として仕えることになった新人職員の純情男子ミリンを中心に、一癖ある勤労悪魔たちの日常と恋愛模様を描く。アニメ制作スタッフは、監督が徳でなし魔術講師と近畿協定の的湊さん、アニメーション制作はキリングバイツ恋と嘘の雷電フィルムが担当する。あるある2018秋アニメ公開されたミニ PV 第2弾は、あがり症で頻尿残念ガールのエリフェゴールバージョンと、こわもてだけど優しくて頼れる兄貴のアザゼルバージョンの2本で、いずれも19秒のショートムービーになっている。合わせて各キャラクターボイスも解禁となり、エルフェゴール役を久野美咲さんが、アザゼル役を日野聡さんが演じる。さらに両キャストからのコメントも到着したのでご紹介する。キャストコメント。デルフィゴール役、久野美咲恥ずかしがり屋で緊張しいで、すぐおトイレに行ってしまうけれど、ヘリップすごく可愛らしいデルフィゴールを演じさせていただけることになり、とってもとっても嬉しいです。アザゼル様のことが大好きという気持ちを大切にお芝居したいです。切ないけど幸せなドキドキが皆様にも伝わるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。アザゼル役、日野聡。この度ベルゼブブ城のお気に召すまま。で、アザゼル役の声を担当させていただくことになりました日野聡です。僕自身、このアザゼルという役は今までの声優人生の中でも初となるアプローチを求められる役でして、また一つ成長させていただける役と巡り合わせていただきました。演じられることが非常に嬉しいです。ゆるふわ魔界びつねコメディベルゼブブ城のお気に召すまま、放送までぜひ楽しみに待っててください。作品情報、 TV アニメベルゼブブ城のお気に召すまま。2018年10月より放送開始、イントロダクション。2015年より月刊少年ガンガンにて連載中のゆるふわ魔界の日常コメディベルゼブブ城のお気に召すまま。が、2018年10月、アニメ化決定。天界からだとされ、悪魔となった元天使たちが働く魔界よろず窓のパンデモニウムの主、ベルゼブブ閣下。ベルゼブブに近似として仕えることになった新人職員、ミュリン。ベルゼブブは知的でクールヘリップと思いきや、実はモフモフ大好きゆるふわ少女だった。憧れと現実のギャップに戸惑いつつも、日々ベルゼブブとの距離を縮めていくミュリン。そんな二人を取り巻く、これまた不器用でユニークな悪魔たち。このお話は、悪魔たちがある気持ちに名前をつけるまでのお話。ヘリップかもしれない。スタッフ、原作、的場、
掲載。月刊少年ガンガンスクウェアエニックス館監督、和と港シリーズ構成、脚本、富田より子キャラクターデザイン、住本制作委員会、キャスト、ベルゼブブ、大西沙織みりん、安田陸やベルフェゴール、久野美咲アザゼル、日野聡ほか、コピー、マトバスクウェアエニックス、ベルママ。制作委員会。